ということで、じゃあ次はコロン君と一緒にやっていきたいと思います。ね、コロン君の声がちゃんと入るかな。でもね、プレイヤーリスト全然入ってこないんだけど、これコロン君と1対1になるかも。ちょっと待って、コロン君と1対1になるかもしれんぞ。ちょ、コロン君と1対1って勝てない気がしてきたな。レベル3でも。さあ、ちょ、1対1やるか。じゃあやってみるか。あ、ちょ待って、あ、くそ。一対一ってこうなるんだ。え、どうする？ちょっとルール決めようぜ。一対一なら。ウォーカーギアなしで。ちょ、すごい壮絶な戦いになるぞ。こ、音声入るかな。頑張ってみるわ。絶対勝ってやるからな。これね、黙っちゃうね。どこだ？俺も見つけられてないぞ。なかなかシュールな戦いじゃないか、これは。やべ、見つかったか。おお、やられた。くそ、やられた。真横にいても分かんないくらいになっちゃうかも。どこ？やべ、どこにいるのかわかんねえな。偵察。残り時間1分だってよ、俺負けちゃうぜ。まだまだだな。ちょ待って、あと5、6、4、3、2、1。延長に突入、先に敵を排除した方の勝ちだって。サドンデスだ、サドンデス。ちょっと待って、俺の方が不利じゃね、これ。サドンデスだ。さあ行くぞ。おっちょ、そう。いやー、かなり緊張感あんな、これ。出られない。こっから出られなくなったぞ。
来たよーしよあぶねえ次のラウンド跳ねてきついな。あ、やべ、ちょっと待って、俺、あかんことしちゃったわ。いや、それは話せないな。それ話しちゃうとダメだわ。なんかすごい鳴ってるけど。マークしたぞ。ダメだ、殺傷に勝てねえ。やばいぞ、かなりの冷戦状態だよ。あと1分だって。う、なんだこれ。う、なんだこれ。いえ、負けた。なんだこれ。何あれ。壮絶な。うわぁ。そう、どっちが勝つか。あ、クソ負けた。これもうーわ、何一回やめるか。嘘でしょ。あんな冷戦が急に終わったよ。うん、すごい、フルトン回収に引っかかった。ということで今回はこのくらいにして終わりたいと思います。ちょっとコロン君の声が入ってるかどうか、また編集の時見ないと分かりません。入ってなくても、はい、ちょっと入りすぎちゃってても投稿すると思うので、まあ、入りすぎ出たら本当ごめんなさい。入ってなかったら、入ってなくても本当ごめんなさい。ということで、また次回会いましょう。じゃあね。